はい、それでは始めていきますね。ていうか、前回クリアしたんだよな。7つのうちのうちの1つで。で、ちょっとね、雑用兼ねようかなと思って。まあ、ステータスこんなんでしょ。5000っていうのはもうほとんど、そうだな、5000ぐらいあの道具で手に入ったのかな。やっぱ大きいっちゃ大きいね。で、王の印は取りません。王の印はもう取らないんで、もうやっぱり強いな。騎士も上げたいし、騎士っていうか、そうだな、騎士はもうそのままでいいとして、そうだな、盗賊をめちゃくちゃ上げたい。強さめちゃくちゃ上げたい。盗賊強さめちゃくちゃ上げて、で、器用さも上げて、で、魔法使いはマックスだな。とりあえずマックスで。どうしようかな。もう結局、なんか、ちびちび買うの嫌だったから、フード337。まあ、これだけあったらそこそこね、いけるかなと思って。結構街歩いたりしたら、洞窟は減らないんだったかな。結構減るんだよ。ああ、どうしようかな。今日は敵キャラとは戦いません。ていうか、どうしようかな。どうせ船乗らなきゃいけないから。もう今日は雑用係ね。雑用係っていうか、雑用ね。雑用。ていうか、道具。ああ、そういうことか。まあまあいいや。ここで、ここだったかな？ここか。まあ、面白くないからこっちかやろう。さあ、出てくるかな？銀のつらし。ああ、もうここで出てきちゃった。当たりだ。うん。ここじゃないよね。はい。で、道具。これを渡していく。あれまた、あ、そうそう、だから何回やっても一緒だね。2回出てこないからね。あ、違う、忘れてた。わざわざ捨てないとダメなんだか。やっぱあの、なんだろう。あれの、なんていうのかな。ドラクエの癖がついてるよね。もうほとんど終わりだよ、このゲーム。もうほとんど終わり。あれないじゃん。ほとんど終わりで、どっちだっけ、こっちか。どうしようかな。装備はもうこいつは置いといて、こいつはもう天の剣にしとこうか。一応こうしとこうか。で、こいつは置いといて、こいつも天の剣だよ、一応な。一応天の剣だろ。もう天の剣だな、もちろん。おいし。で、ここにも道具屋があるんだよね。ちょっと道具屋さんから先行こう。道具。ここにも道具屋があるんだよね。なかなか道具屋ないんだけど。ジプシー2個でいいの？あー、これいらなかったかな、収録でこんなの。まあいいじゃん。だから、ろうそくと、ジプシー玉かな。道具屋どこだったっけ？まあ、歩いた方が早いか。どこの町だ？もうほとんど消化っていうか、もうクリアできるんだけどね。ほとんどクリアできるんだけど、あ、上で道具屋か。あ、武器防具ないんだな。で、その後武器防具屋あるから、そこで行こう。とりあえず道具屋で、こう話し行った方がいいか。出ないと、あれだもんな。また、二度手間になるから。ここ
こは船がないといけないみたいだけど、まあ、すぐ行く人は行くからね。はい、広い海のどこかにあるという話です。残念ながら強い鎧のことは何も知らないんです。あ、もう話しちゃう話しちゃう。エクサースっていうのボスじゃなしに なんなのか、ちょっと 城が襲ってくるのかなんかちょっと分かんないんだけどね。最後のボスいないからね。まあこれも後でいいか。ちょっと探索あと、これ多分思いつきで多分書くんだろうな。ああ、こういうの言われたよね。本当に言われた俺。今廃人だけど。あ、カジノもやらない。あ、これね、もう行きますから。で、道具屋で、これ道具屋なの？スラシのことなど聞いたこともない。もうさ、もう最強の剣、最強の鎧揃っちゃったからね。まずろうそくいるでしょ。ろうそく、まあ、ジプシーいるでしょ。で、あと何人だったっけ。魔法の鍵、あ、魔法の鍵20だ。これでどれくらいだ。もう金あるからね。あと3個。これでいいんかな。こういうの収録でいるのかどうかっていうのあるんだけど、もうろうそくは十分だな。あ、これ話した。よし、探索だ。もう今日は洞窟っていうか、そうだね、擦ってしまったということは、カジノでということか。あ、やっとくか。二つの月の謎を解いてみな。ここはそういうあれらしい。だいたい一つだけね、酒場がないとこあるんだって。ヘブの印が有効だっていうか、そのあれが有効にならないんだよね、角笛が。海の中に火柱が、この世の終わりじゃ。こう、あれ、ここだったけどな、ちょっと忘れた。ここも何もないか。ここだっけ、違う、あれどこだったかな。一応カジノも行っとくか。やっぱあそこのとこだって。まあ8分か。これ見る人いるんだろうかね。まあ、こういうのも やらないとな。こう、街の探索も。やろう。こいつに使おう。お金いっぱいあるから。あ、やめとくか。いくらだよ、100。100に決まっとるじゃん。グーだ。あった。なんか負けたことないね。珍しい。こういうギャンブルとか賭け事弱いんだよ。本当にさ、俺の賭けるところはやめとこうかっていうぐらい、本当ギャンブル弱いからね。で、下にちょろっとあるんだな。下にちょろってあって、食べ物はいらないから。まあまあまあ、ちょっと。ここもただの探索だからね。探索だから。ここまで話したんだけど、もう覚えてない。ああ、これ、ああ、あれだ、話したな。ちょ、教会行くのはいいけど、こういう下の方を探すのね、流行ったんだよな、昔。うん、忘れないけど、
ああ、なるほど。食べ物はね。これ食べ物一応話しとくか。食べ物ね。ああ、もうこれ病院か。何病院でしょ。病院もそこ高いからな。まあ、こんなもんか。こんなもんだけど、安くはないやな。あ、もう10分経っちゃった。まあいいじゃん。この後どこ行くんだっけな。あ、そうかそうか。あ、これでもどうだろうな。もう一パート使った方がいいのかな。これではおしまいです。ここの街。おしまいでしょ確か。ね。あと防具売りたいんだけどな。防具売りたいんだけど、あ、これ一応言っとくか、一周。気になるんだよ、俺は。ドラクエの、ああ、ないね。ドラクエはここで、確かね、何にも表示がなかったら黒塗りになるっていう、なんかそういう設計だったかな。だけど、黒いマスをわざわざ作ってさ、どこが出口かわからないようにしたっていうのがドラクエだよな。ここなんだけどな。ちょっと待てよ。来いよ。あ、どんどん来るな。あ、もういい。あの、ぶち込んでしまう。ぶち込んでいい。構わないから。一応、あ、どこだ。あー、こいつだ、やばい。ちょっと、殺しちゃって、殺しちゃって、殺しちゃって。こいつだ、言ってたの。こいつこいつ S 君で殺しちゃって、盗んでくるんだって人のもの。ほらスリーとか書いてるでしょ。だからこの魔法を使ったわけ。まあここ別に、ま、入っちゃおうか。別に周り何にもあるかないか調べる必要ないよな。そうだね。そう、なんかそういうなってしまうよな、探索心みたいな。何にもないんだから。要はここで、え、これだったかな。ちょっと街の図面を見ます。今日ちょっと長めにやって、街の捜索もね、そんな何パートも使ってたら無駄でしょ。ああ、なるほど。いやー、だからあれがねえわ。まあ個人的に売っとこうかな、装備を。ここら辺なんだろうな。どうしよう。食べ物屋行って、どこだ？食べ物屋行って、あ、そう、教会ってここしかないんだな。教会って噂の広場で祈ってみるわけだな。はんはんはん。そうしよう。食べ物屋、ちょっと待ってよ。下にもちょっと行ってみたいけどな。最後行こうか。全部行こう。そりゃそうだ。あれが、ひれまくってるんじゃないの。ああ、もうフードはいっぱい買ったからね。大丈夫だ。ここもさ、もう、行っとかないといけなかったんだよな。そう。もう、なんていうの。ここもさ、もう、時間があったら行こうと思ってたから、後回しだったんだよね。こんなもん、人がっていうか、人なんか見つけてられない。まあ、ちょっと今日長くなるけどね。これ食べ物屋。食べ物ね。普通の食べ物屋。こういうとこは俺は、
あ、ちょっと待って、教会、あ、やべえ、教会無理じゃねえよこれ。沼地入れねえぞ。123もうやめとく。ああダメじゃん。その分は後にするか。あそこの入れねえわ、溶岩の中。じゃあ祈るだけにしとこうか。祈るだけにして、で、また来ようぜ。また。じゃあここまでしておいて、また来よう。あ、来た来た来た。まあそうだね。院の呼び買うのが一番いいかな。あれ？病院なの？どこで祈る教えてもらうの？あ、ここか。ああ。ここ？あ、ちょっと待って。高くなかった？なんか。体力の数出たー！そんなのしちゃいますか。点滴が高いのと一緒だよな。あ、ちょっと待って。ここで合ってるの？あ、そうだな、ここだ、ここだ、ここだ。だから鍵がかかってるんだよな。病気が治ったら、痛くなる子に花を持って会いに行くんだ。ああ、要は、入院してるってことか。え？あ、ほら、出た。贈り物。え、違う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 。イノールがいるんだよ。イノール。あれ？違うな。あ、祈る、祈るは、そう、溶岩を、中入らないと無理なんだ。あ、無理だ。無理無理。っていうことは、そっか、祈る。溶岩の中入れないから、まあ、もう無理だな。行けないこともないけど、行くか？ 1,2,3、あ、もう無理。4本いるから、無理無理。じゃあこれで今日は終わりにしようか。ね。終わりにしたいと思います。あー、ちょ、どうしようかな。待てよ。あー、どうするかな。まあもう、でもね、収録でそんなことやってもしょうがないんで、あと道具売っちゃうんで、装備いらないやつ。じゃあ今日これぐらいにしといて今日も思います。じゃあ次回続きます。